埼玉県秩父市にある裏山ダム。そのダムによって作られた秩父桜湖の湖底には約50戸ほどの民家が水没しているそうです。ダムの建設などにより周辺の集落は過疎化、廃村、廃集落なども点在しているといいます。当動画はこのダム湖を中心に廃村、廃集落を探訪した記録を収めたものです。最初に目指したのはダム湖の西側に存在したらしい若見湖集落跡地です。有名な額に比べて情報が少なめで手探りの探索となりました。登っていくの？人が登った気配がない。いいのこれ？合ってるかどうかもわからないけど、不安になるね。合ってるかな。旗から見たらあの人たち何やってんだろうって。もう息が上がってるし、おお、なかなか絶景なポイントで、ポイントだけど目的が違うからね。合ってるの？合ってるのこれ？わかんねえ。いやこれしんどいよ。言い出しっぺ誰だよってなっちゃうよね。でも遊歩道だから危ねえ。もしかすると集落にはたどり着けない？うわ、息が、あ、セミが飛んでくる。マジですか。ちょっと開けるかも。ちょっと登ってみて検討。そこで開けるから。いや本当落石多いな。なんかすげえいっぱいいろんなの飛んでる。怖い怖いよ、虫が怖い。違う？もしかしてなんか違う気もするね。ちょっと日陰で検討しようかも。戻ってきました。集落跡が3号鉄塔のすぐそばということで、あそこに見える鉄塔が3号鉄塔なのか、それともこちらにある鉄塔が3号鉄塔なのか、ちょっとわからないんで、ちょっとこの道をひたすら歩いてみて、わからないようだったら学の方に行こうかなと考えてます。
かな。こっちはまだ緩やかに、うん、いやでも坂道はきつい。今の時期来るもんじゃない。かといって秋来たら熊に遭遇しそうだし、どれが第三鉄塔なのか分かんないな。あ、涼しい。なんかなんだろう、気持ち悪いほど涼しい。違うんだよこれ、あれも鉄塔だよ。ですね。ハーハー動画だなこれ。うわ、虫が怖い、虫が怖い。産地下がる。最近あのマダニとかなんとかっていう。もうそしたらそしたらですよ。刺されたら刺されたで、息が。待ってるから、これがお酒で。待ってます。いや、構わないですよ。お、これ登って行った方が早いんじゃない。でも、話によると、もしあれが第三鉄塔なら、あの周辺にあるかもしれない。どれが第三鉄塔なのかわからないけど。あれ、幻の集落見えないよ。やっぱどの道あれさっきと変わんねえ。道がなくなっちゃったよ。じゃあ気合い入れて鉄塔の方まで行ってみましょうか。僕、あ、でもなんかこれ道あったっぽいな。まあ、ご覧のようにですね、道なのかどうかが定かではない。ちょっと行けるだけ行ってみようかな。虫が怖いんだよ。とにかく鉄塔のところまでチャレンジ。道なのかねこれ。あー、でもなんか開けそう。鉄塔があるから危ない。体がなんか持ってかれる。行くよ俺は。チャレンジだよチャレンジ。そろそろバテそうだけど。あー、やばい、足が滑る。両手塞がってから危ないよ。
あれ、あ、なんか建物が見える。井上さん、あったっぽいよ。あれ、そこじゃね。ちょっと呼吸整えてから行こう。はあ。